3月10日の日曜日のライブ配信終了後でございます。皆さんありがとうございました。ちょっと話すのをやめるとこうなっちゃう。今日ね、私が今日これは喉が枯れてるのは花粉のせいです。花粉症で喉がやられてしまいました。そう、心配しないで風邪をひいたわけじゃないので、はい、今日聞き取りにくくてごめんね。今日私が今日出たいいね。邪気を飛ばしたら出ました、声。邪気を飛ばすと声が出た。ちょっと低いけど、なんだっけ、コナミコマンドというものをね勉強したんですよ。コナミコマンドでね、今ねずっとコナミのものを探したわけ。コナミのものないかなと思ってん。たらさ、あれを見つけたのよ。なんだっけこれ、スインビーもコナミでしょ。ただなんかうまくいかないんだよね。右左左違う。間違ってる私。左右。止まんないなこれ。上上下下左右左右 BA 何もなんないんだよね。上上下下右左右左 BA 何にもなんないんだけどえ、さっきからさ、こうやってずっとうまくいかないの。そうなの。グラディウスはうまくいったんだよ。グラディウスはうまくいったのにね。なんでじゃろうか。間違ってんの私。間違ってる。上上下下左右左右 BA 間違ってるみたいだね上上下下右左右左 BA できた。上上下下左右左右 BA じゃあこれでツインビーで止めて、止まんないんだよなこれ。止めて上上下下左右左右 BA で何にもならないんだけど、クソだ何にもならない。何なんだ一体何にもならないよ。じいちゃまがギフトをくれましたなんで何にもならないんだろう。今ね順番に開けてる。あとマイティさんのがね3月9日に届いてるからね、次の時にマイティさんの開けさせてもらいますね。ありがとう。これ3月8日のね、マイティさんじゃない、じいちゃまなので、はい、先に開けさせてもらいますな。ありがとうじいちゃま。じいちゃまめっちゃくれるやん。じいちゃまめちゃめちゃくれるんだけど、じいちゃまにさ、じいちゃまがさ、配信見てた人は知ってるんだけどさ、じいちゃまがさボールペンの芯をね買ってくれてたんだよ。でそれをずっとね発送してなかったからね、私の取れた爪っていうか生爪じゃないよ、このジェルネイルがなんかポロッと取れちゃったやつをね、じいちゃまのとこに突っ込んどいたの。それあれどうなったって言ったら、じいちゃまの孫が瓶の中に入れてるし、かけるよね想像してよ、
私の爪がさ瓶の中に入ってんだだんだん溜まってくるの、だん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 溜めてかなきゃいけないのよ。じいちゃまありがとう。ねえまた洋服くれてる。ねえまたおよ、ここ、ここ、これはこの服もじいちゃまくれたんだよ。この服色違いだけどね、着てみて。だっていやかわいい、もうこれだけで分かった。何かかわいい、ありがとうじいちゃま。あのこの服の前にこの服の黒いやつさもらってさ、めっちゃ着てる、早速めっちゃ着てるから、かわいい。ありがとうじいちゃま、じいちゃまありがとう。着るか、着よう着よう着よう。ありがとうございますじいちゃま、 Thank you、 ありがとうね。ブルーいいね、ブルーいいね。私なんでこれがジャガイモに見えたのかマジクソに謎なんだけど、このクマの顔が一番最初の時ジャガイモと葉っぱに見えたのよそうなの、ジャガイモと葉っぱに見えたのよ、どう考えても。よし、これを着て、ん、かわいいね、これこれかわいいこれかわいいね、これかわいいね、このクマのやつ。え、マジ、え、マジでかわいいね、これ。なんかさ、あのさ、これも、これ普通にかわいいんだけど、さらにそぼろの背中にあのクマが書いてあるっていうことです。これがもうさらにね、愛おしく思えてきてる。わかる？可愛いだけじゃなくて、このクマの顔が愛おしく見えてきてる。センスいいね、じっちゃま。じっちゃまってなんでこんなセンスいいの？クソセンスよくない？じっちゃまも普段何着てるんだろうか？何着てるんだろう、じっちゃま普段。思わない？これ多分さ、開けてきても可愛いんだろうけどさ、違う違う、お腹出てるからさ、開けてきれんで。ありがとう。あ、終わらない終わらない、終わろうとしてた完全に完全に今終わろうとしてましたね、私。配信終了後に、スーパーチャットくださった方にお礼させてください。皆さん、あぶねあぶね、あぶねあぶね、ありがとうねじっちゃま、嬉しいです、嬉しいです。本当に私自分ではさ、黒とかさ白とかばっかり買っちゃうから、そうこういうね色物をもらえるとね嬉しいです私。しかもこの可愛いから、ありがとうじいちゃま、感謝来ますね。これももうね春になっちゃうから、今のうちに着倒しておかないとそうだよ、着倒しておかないといけない。ありがとうじいちゃま、いつもセンスのいいじいちゃま、ありがとうございます。なんだっけスーパーチャットのお礼させて、お名前呼ばせてください。白玉子ちゃん、白玉子ちゃん、秋山さん、秋山さん、秋山さん、ルアクさん、白玉子ちゃん、白玉子ちゃん、タコさん、そしてタコさん、タコさん、秋山さん、ルアクさん、白玉子ちゃん、白玉子ちゃん、白玉子ちゃん、あ、私一番言った？一番はね、白玉子ちゃんタコさん、秋山さん、モフちゃん、タコさん、ルアクさん、フミ兄ちゃん、で滑り込みないのでブビショルアクさんでございまして、なので前夜祭が秋山さん、後夜祭が白玉子ちゃん、そしてあれ開かない、これは後夜祭が白玉子ちゃん、そして、
ブービー賞がルアクさんでございますね。ありがとうございます。センキュー、感謝しますよ本当に。でビンゴがめちゃくちゃ溜まってるビンゴがはちゃめちゃにね、はちゃめちゃに溜まっておりまして、はい、よろしくお願いいたします。取った方はね、取った方は、26ポイントぐらいいくかもで抽選で当たったのが、ボンビーちゃんとかけろうちゃんでございますね。はい、ボンビーちゃんとかけろうちゃんでございます。大丈夫かな。あ、でチェキ取ってない。チェキを取るのが秋山さん、ケンジさん、白玉子ちゃん、モフちゃん、ルアクさん、上田さん、ミヤさんですね。はい、秋山さん、ケンジさん、白玉子ちゃん、モフちゃん、ルアクさん、上田さん、ミヤさん、大丈夫かな皆さん、大丈夫ですかね皆さん。本当にこちらありがとうございます。いつも感謝します。朝配信をねやってたりね、夜の配信もねたくさんやってるのでね、皆さん、眠い日もあるかと思いますが、あまりを無理せず元気な時にね来ていただき、ストレス発散していただければと思いますありがとうございます。じゃあねみんな、ありがとう。私は花粉を戦うわ言えない、花粉と戦いますね、花粉とはい。んで何だっけ、あ違う、月曜日にね、お昼にプレミア配信をしようと思っておりまして、もうこれ見る頃はね過ぎ去ってるんですけど、見てない方、昼にやったのって方はね、ぜひアーカイブ見てみてくださいまし。一番モフちゃんでございますね。そしてマキネスパちゃん、ありがとうございます。センキュー。この時間は安全だよねつって、全然安全じゃないけどマキネありがとうございますクソおもろいなチャット欄マキネありがとう。ルアクさんもスパちゃんありがとうございますマキネありがとうねありがとうマキネ、マキネありがとうね。じゃあね皆さん本当にありがとうございましたバイバーイ